一口うどんツアー股の下シティ原幸喜くんに来てもらいました。よろしくお願いします。今日は2人ということで、本当はですね、もうちょっと何人かのバンドマンと一緒に行こうかなと思ったんですけど、なぜ声かけたのは昨日の夜9時ぐらいなんで別に暇なわけじゃないです。寒いんで早速うどんを食べに行きたいと思います。お願いします。はい、股の下シティ最近調子どう？いやでもまあ年明けてすぐですけど、うん、まあちょいちょいライブも入ってて、なんか県外でたくさん回ってるよね。そうっすね、うん、全然うどん食べてないじゃない。いやでも帰ってきた時に頻繁に食べてますよ。あ、頻繁食べてる。バイトの休憩中とかにも、うん、なんか近くにうどん屋できたんで。どこどこ？確かにハローズできて、あそこのハローズの中に栄え出すかね。栄え出す。あ、栄え出ができたんだ。すごいね、未だに支店を作る栄え出で。あとはどこのうどん屋行きますか？あの家から一番電が近いんで。あ、電近いんだ。電が一番近いっす、ね、いいね、電。角煮うどん徒歩3分とか4分とか。おお。でもまだ早起きできたことないから、まだ角煮うどん食べれたことなくて朝弱いんですよね。朝弱いんです。本当は今日よく来れました。今日は頑張って来れたんですけど県外ツアーもたくさんするし、今度自主企画するんですよね。あ、そうっすね、自主企画。1月28日に、うん、高松雷神で、うん、自主企画兼その大阪の友達のツアー。ラステッドクラウン。あ、そうですね。そのマサさんにツアーの時に連れてってもらった時に出会った同い年の。そうだよね。寝屋川ヴィンテージ行って、そたまたま対話したものがすごい仲良くなったもんね。で、ツアーで高松来たいって言ってくれてて。もう最高じゃん。なんかそう言ってくれるのでも嬉しいよね。そうですね。せっかく言ってくれたし、俺らもまだ自分らのホームで一回も知識企画売ったことなかったから。あ、そうなんだ。イベントしたことなかった。初なんですよ。初なんだ。へえ。こんだけホームって言ってるのに、ホームって言ってるだけだったんで。今日はですね、また同じうどん屋さんに行こうかなと思って横倉うどん行きたすぎて行きたすぎて、何件かね、選択肢を提示したんですけど、うどん屋さんの横倉うどんもう一回行きたいってまあ前はあったかいしっぽくうどん食べたんですけれども、横倉うどんたくさん変わり種のうどんもあって、それが全部美味しくて、ね、今日食べてみたいと思います。ぜひお願いします、はい、やってきました、世界最古の横倉うどん。高松市木梨町にあるこちらのお店は江戸時代より続く超老舗。お店の中は趣があり、讃岐うどんの伝統を感じつつ食事ができます。離れと母屋があって、たくさんのテーブル席、座敷もあるので団体でも安心して座れます。メニューもスタンダードなもの以外に様々な創作うどんがあり、今日はそれを食べ比べしてみようと思います。いただきまーす。これやばいっすね。香ばしい匂いがやばいね、もうすでに。このチーズ具合、いただきます。いっちゃおう。もう我慢できないでしょ。うまい。チーズ、うん、うん、これめっちゃ伸びてる、うん、柔らかもちもち麺にね、うん、ちくわが入ってて、人参とかね、玉ねぎとか入ってる、優しい味、すごい、うん、うん、うまい。カレーもまろやかでね、それでチーズが入るからすごいこう濃厚で、そうですね、重力あるよね、とっても。辛くないから、うんうん、辛いの苦手な人でもいけちゃう。確かに、子供でもこれはいけちゃう。うん、うまっ。これはすぐなくなります。うまいっす。うまい。うお、伸びる。すげえ、チーズがマジですごいね、これしっかり、しっかり伸びる。やばいビジュアルだわ、これすごい、ね、はい、天かすかけても美味しそうっすね。確かに、甘いのおじさんに一気に食べちゃったけど、ここにあえてザクザクを入れる感じがね、いいよね。早いって言いながら俺もなんですけど、お腕を上げましたね。一杯目、ごちそうさまです。次はネギ、ネギあんだ、なんこれね、言いにくいよね。鶏ネギ、鶏ネギ、これね、鶏茶ネギ炙りゃうどん、炙りゃ鶏茶で通じますんで、
鶏チャーハンいただきます、はいはい、これネギ油が入っててね、これなんかこれに醤油かけて食べれます。あ、もうネギ油が入ってるんですか。はい、どんぐらいいったらいいですか。まあ一回しちょいぐらいで、この醤油あんまね辛くないから結構多めにかけても多分大丈夫。おおいただきます。いいね、うまそう。うわ、めちゃくちゃちゃんとネギ油油美味しいよね、これすごく美味しいです、うん、すげえしっかり混ぜた方が美味しい。あ、そう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 、したからね。わかめも美味しいんですよ。いや、わかめ、うん、いいアクセントですね、うん、鶏のチャーシューがさ、もうめちゃくちゃパラプリで、おお、全部いっちゃう。ちょっとこれ全部いきます。うん、うめえ。うまい。そこにですね、うわ、この粗挽き胡椒、味変ですか。そう、これめちゃくちゃいいアクセントなんだ。一面に、そうそう、結構いってもいい。マジですか。うん、うわ、でももう匂いが、もう うどんの匂いじゃない。新しい炭水化物の匂いやろ。いただきます、うん、めちゃくちゃジャンキーなんですね。これ夜食にも良いかもね。いや、まあ、夜はやってないけど、全然夜食べたいです、ね。はい、じゃあ私はですね、これは明太温玉うどんですね。麺つやつや、すごっ。ちょっとね、まずはちょっと明太だけでいってみよう。これうわすげえですね、弾力が。これね、そう、嫌なんですけど、これは最高にうまいね。ほんと刺身食べてるみたいな。海鮮丼だこれ。ちょっと卵いきますよ。卵をね、絡む。うまそう。うわ。おお。もうほとんどなくなってる。うわ。このスパイシーとマイルドが挟まってるんですかね。これが素晴らしく美味しい。早っ。似てる方も気持ちいい。うますぎる。くぐっていただいて、お出汁かけてくださいね。これが茹で上がったばかりの麺です。これやったことある？いや、あんまりないです。ない、なんかあんまり出たらいいです。こぼさないように入れる。おー、行ったらいいです。そう、お、いいね。で、戻して、そう、よいしょ。うわ、黄金ネギと天かす、生姜をちょっと、完璧やね。オッケーです。これね、あえてそのまま行く手もあるんですよね。かけうどんめちゃくちゃ美味しそう。マジやばい。じゃあいただきます。僕はかけそのままなんで、ね、麺は冷たく美味しいです。うん、麺の鮮度がちゃいますな。わかる、これマジで出来立てわかるもんね。めっちゃうまい。こんなにわかるぐらい違うもん。うん、違う。横クラウドの麺はツヤツヤしててスベスベしてて、腰がね、そんなめっちゃあるってわけじゃないんですけど、すんごく気持ちいい美味しい麺です。今、素人でも分かる違いですね。だしも美味しいでしょ。あー、ね、なんだか、そう、トリュフベースで香りもいいしね、染みますよね、うん、でも追いついてきましたね。あっという間食べるじゃん。あっという間食べるじゃないですか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いえいえ、どうもです。去年しっぽくうどん食べたんで、はい、あの炙りチーズカレーと温、はい、玉明太とあの鶏チャーハン、鶏チャーハン、ありがとうございます。最後にこうカレー食べる、はい、で、いろいろ食べた結果、はい、どれもうまい。何それ、もうそれ一番ね、一番浸透性がないね。いやいやいや、どれもいやいやいや、でもかけ美味しかったな。かけ美味しかった。最後にね、出来たてのかけ、いやー、それ嬉しいな。けどあれだけ食べた後に本当に一番味の薄いって言ったらあれやけど、パンチがないというかさ。いや、でもなんか全然最後に、うんうんうん、あ、本当、あれにパンチあるよな。あ、本当、それはありがとうございます。食べた後でも、あ、
こんなダサい T シャツ着てしまった。これ瀬戸前 T シャツ。腹立つ、もうこれダサい。こんなダサい。あ、いかいか。また迷う。また迷う。あんといてよ。なんでそんな悪い人ぶるの。じゃあ、来るって言っといてよ。かぶいてよ。なんか瀬戸前に憧れてる人みたいなんで。まあ、去年はね、こちらの方で、あのイベントもさせてもらったんですけども、まあ、今年は何しますかね。何しましょう。何してくれるんですか。僕はしてないんでね。今年もうどんのイベントなんかしようかな。勝手に思って。ぜひ、ね、うどん食べてみたいと思います。ちょっと違うことをね、去年と一緒っていうのも、多分山口さんが納得してないと思います。こんなクソ狭いところに俺の才能をなんか埋もらすわけで、終わったと言っとったからね。一言も言うてない。一言も言うてない。逆にそんな感じに言ってますけど、今度は2ステージ作るのかなとか言ってた。いや、一番やる気になって。うどん打ち体験とかね。そうなんですよ。だから、もう少しなんかこう、融合、フュージョン度を高めたいですよね。音楽の人はうどんに、うどんの人は割合ができた。あとダンスも演劇も。ダンス入れる？ダンスも演劇も。ダンスでも確かに、畳だけどいける。畳でいける。あっちね、盆踊りもあるからね。そっち。そう、全カルチャー制覇したいね。あ、でもなんか書きながらなんかやるといいかも。もう映画みたいな、ね、エロもありでね。エロもありでドピンク、さすがセクシーな面がちゃうわ。そうですね、そうですね。いやいや、もう僕らはね、こう残してなんぼやから子孫繁栄フェスティバルやろうか。ちょっと今ピーってきて、ほんとうどんと子孫繁栄見切り出したよ。どういうあれなんですか。固定金なしで、はい、確かにやりましょうね。そういうの外して新しいもの作れたらいいですね。そうですね、はい。というわけで今日は横倉うどんさんにお邪魔します。瀬戸金じゃないよ。締めにくいわ。はい、いや相変わらずキャラ濃かったね。うどんうんぬん。美味しかったっすね。美味しかったね。一軒のうどん屋でなんか違うメニュー食べる。今まであんましてこなかった。比べてみるとね、違いも分かって面白いし、逆に言うとスタンダードなかけの美味しさが、そうですね、かけの良さが際立って分かったっすね、今日。横倉でね、美味しくなってんだよ。もうあのどん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 。そう、こういう言い方したらちょっと逆に失礼なのかもしれないけど、一番初めに食べた時に比べたらめちゃくちゃ今うまい。もう磨きかかってきてるんですね。そう、やっぱあの人ね、あんな感じで悪ぐるけどすごい勉強してるから熱心だ。そう、素晴らしかったで、ね、あれに合わせて、まあ、しっぽくうどんもね、甘くて美味しいやつがあるんで、ぜひ皆さん一度お試しください。というわけで横倉うどん編、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、さよなら。